もっちりしてた。いいですよ。はい。まだまだまだ。
しましょうね。僕もちょっともらってきたいで、で、上にちょっと持ってくる。これどのくらいあそこに持ってくるんですか。この尻尾のところが、一応、あれ、うんぱくない。ここに置いてあったの。これ尻尾のところどうした。一緒に置いてあったんだけど、冷蔵庫入れた。あの、冷蔵庫に。冷蔵庫入れた、入れました。どう今からこれ下ろしちゃいますけど、はい、これは3本になるんだけど、はい、どうしよう。じゃあ大石が4本と、これは今後にもともよかったら、はい、頭と、あと、それから琉球王国、はい、行きます、はい、だから3つのお土産が行きます。3つのお土産ね。はい。脇田さん。ええ。と、上から、元々、琉球、琉球王国。この手前のあーちゃんが、京都に来る時の王国とかは、最後に、2番目のテーブルの。はい、そうですね。だから、まあ、どうですか。こちらのコーナーの方に、持っていくと、あとはちょっと細かいのはそれぞれ。いや、あなたはそこで何かやるんですか。結局オースでやってるので、そこに差し入れだけして、合流しようかなと思います。そしたら、雪王国トンボにはどこを持ってます。はい、雪王国に決まって、あと佐賀口さん、坂口さん送ることになって、一応送る側のバッグ何人か方々は何か持ってるんですか。今木曽さんとか、木曽さんは結局お兄さんですぐ送ってくれます。はい、このはどうしたいろいろあるんですね。そうですね、ちょっとやっぱり色が薄いかなっていうので、まあ、そのあたりは個体差もありますし、まあ、それは気にしないって言ってた、最終的に。あとはみんな終わりだ。はい、じゃあちょっと熱が、だから大きくは準備分けて、はい、秋田さんが一番好きなと思ってます。たぶんこれどこ食べてもどこだろう、うまい、うん、これ1本ぐらいこのままで持ってあ、いいですよ、使われた方がいいですよね、分けるより。で、脇田さんこちらの4分の1で、じゃあ、トモさんはどう持っていくかな。もしあれだったら僕はここから代わりに寄ってもいいもんね、トンボ、頭とか、これをトンボに持ってきたいから。じゃあ、どんどん寄っていかれますよ。僕、寄りますわ。そしたら、私たち遅くなるから、今後の寄って先に行っていただくとありがたい。はい、ちょっと浮気していくって言ってください。はい、わかりました。なんか、2つ目になったのこれ。そうです。全然味が違うっていうか、なんか、こっちの方がうまいんじゃないですか。トロトロでしょ、こっちの方がうまい。全体的にトロっとしてる。はあ、なんだろう、油があるかな。なんか身が全然違うんですよ、さっきと。そうなんですか。わかるんだね。Thank you.
ましたけど、トンボさんにその皮と、うん、あと身も身はどのぐらい持ってるんだろう。どこ持ってきますか。あとどのくらい出るんですか。もう多分こっちは小康状態だと思うので、どうしましょう、このぐらい持ってきますトンボさんに、うん、あともう一点、そうするとこれ一本残っちゃう。あとは今尻尾が2つ3つ、こちらの温泉、今日もこの物々交換なので、まあ、本当カリチンが、うんうん、ですので、こっちにはあの、まあ、このゴールデンウィークの営業を使っていただくと、まあ、あのスタッフの皆さんのお土産とかで、ある程度量、あとここのオーナーさんたちのグループが、コースでちょっと今日集まりがあって、そこにも持ってるっていう。あとはもうあの個人の、うん、いや、それはいいんだけど、どのくらいどういうふうにしたらいいのかわかんない。切り込むんだったら切り込むわなきゃんから。入れ物が小さいので、コースに持ってくやつはもう現場で食べられるようにあの刺身にして、あ、持って、持ってきます。うん、で残りはあのこの柵の状態で、はいはい、皮引かないような状態で置いとくもんで、はい、どういうふうにしたらいいのかなと思って。そのワッカさんに、トンボさんにどのぐらい持ってくんだろう。これをじゃあトンボさんとそのカーブさんという形でロインに行って、じゃあどうしましょう、はい、このトンボを持って行ってもらって、はい、でこのいいとこをカーブに持っていくんだ、はい、あと尻尾の部分が残っちゃうから、はい、じゃあ切りますよ、はい、ではこれがトンボ、はい、これがカーモン、はい、これがカーモン、これが残りと、はい、あとこんだけがこんだけですね、ところもそれと、うん、そしたら、この辺あれはあの皆さんの個々のお土産にしますので、なので、こちらでこのオーナーさんたちの分の20人ぐらい見えるというので、はい、その場で食べていただけるように刺身に。一応これはどうしよう、どこに言うと、これがここで、はい、これが皮分で、これはこの残り、はい、これを掃除して、これを掃除して、
これです。あ、はいはい、ありがとうございます。したら、
りました。あ、収まりそうですか、ね、一応収まりそうです。はい。